大鳥神社は、東京都目黒区下目黒にある神社。かつての目黒村の総鎮守。11月に行われる鳥の一致でも知られる。目黒区最古の神社。部下の目の病を治癒を祈願し、無事治癒した遺書があり、某神と呼ばれ、この目倉が、だんだんと生まっていき、目黒という地名の由来の神社となっている。言い伝えによると、慶高天皇の時代に当時に、 国のとこたちの尊を祀った社があり、日本穂高が、遠い平定の檻に当社に立ち寄って、平定達成と部下の目の病の地位を祈願した。これらの願意は、無事にかない、日本穂高はその神音に感謝試験を奉納した。その後日本穂高の霊が白鳥として当地に舞い降り、鳥明人として祀られ、大道元年に社殿が完成したという。この年を、 大鳥神社では創建の都市としており、これは、目黒区最古である。では、大鳥神社の前身の神社は、神代から存在が確認されているが、なぜ700年近く社殿造営まで空白の時間が存在したのか。もともとは、神社というのは、現在のような社殿を持った形ではなく、大きい木を神様が寄りつく、ご神体としたひもろぎ祭祀が主流であったために、社殿は存在しなかった。 江戸図における最古のものとされている、室町時代の長六の江戸図には、鳥明神として、当神社が描かれており、当時の江戸図には九つの神社しか描かれていないため、大鳥神社は、江戸旧社の一つとして知られている。また、江戸名所図絵では、大鳥大民神社として描かれている。当神社の鳥の位置は、江戸時代の天保六年に、当地の農家が浅草から取り寄せて売ったことから、 始まったと言われている。現在でも11月の鳥の日には境内には熊手を扱う店が軒ををねに賑わいを見せる。現在の社殿は昭和37年に完成したもの。平成18年には鎮座1200年祭が行われた。隣接する目黒通りと山手通りの交差点は大鳥神社の名前が完成られており、交通の要所となっている。 ABC 江戸名所図へ 1927AB 渡辺則博、属居住巨木日本全国846本山戸警告者1990年 161ISBN イコール4から 635062562AB 歴史を訪ねて大鳥神社目黒区役所2016年6月20日閲覧山本和夫富岡急造 樋口信介、東京史跡ガイド14目黒区史跡散歩学生社、1977年、92ページ。目黒区郷土史研究会、東京ふるさと文庫4目黒区の歴史名著出版、1978年、92ページ。東京都教育庁障害学習部分化科東京都の文化財三東京都教育委員会、1992年、79ページ。 ありがとうございます。